オールダム RLFC は、イングランド、グレーターマンチェスター、オールダムのプロラグビーリーグクラブである。愛称はラフィーズ。2019年現在は、イギリスラグビーリーグの2部のチャンピオンシップに参加している。1876年にオールダムフットボール、クラブとして設立された。1895年に、北部ラグビーフットボール連合を結成した22、クラブの一つである。 スーパーリーグが始まった1996年にオールダムベアーズと呼ばれるようになったが財政問題によって1997年に破産した1998シーズンに間に合うようにオールダム RLFC として新クラブが設立されたこのクラブは元のクラブのラフィエズという愛称を引き継いでいるラフィエズはオールダム出身者に対する愛称であり かつて多くの人々が従事していた、防止産業で使われるケムクジャラのフェルトに由来する。オールダムは1889年から1998年の間は、町の北東にあるウォーターシェディングズでプレーした。現在のホームグラウンドは、ライムサイドにあるホワイトバンクスタジアムである。これまでにラグビーリーグチャンピオンに4回なり、チャレンジカップで3回優勝している。 チームの伝統的なユニフォームは赤と白の横島のジャージ、ネイビーブルーのショーツに赤のソックスである。伝統的なローカルライバルにはロッチデール・ホーネッツ、ハダーズ・フィールド・ジャイアンツ、ハリファックス、サルフォード・レッド・デビルズ、スー・イントン・ライオンズがいる。ありがとうございます。